アナゴ丼と、アナゴ重の違いといいますのは、まずアナゴ重ですけども、これはうなぎ重をイメージして、作っております。全体的に長いというのが特徴でございます。それで丼につきましては、小さく食べやすいようにですね、カットした状態で作っておる商品でございますので、重ねてよろしくお願いいたします。